いい景色ですね。配信してる。はい。あ、配信してる。はい、僕はこれ撮ってます、ね。いい景色ですね。いい景色ですね。今これどこ？茨城？これはまだ群馬かな。あ、群馬。群馬に、いやー、すげえ景色よ、マジで。群馬のサービスエリア、これ何サービスエリアだと入ったっけな、我らの群馬。こんにちは。はい、こんにちは。のどか、いや、のどかね、のどかな中で一人はビデオカメラ持って喋ってる男と携帯片手に喋ってる男がね、佇んでますよ。強そう。いや、もうあのね、太陽がね、太陽さんが眩しいですね。ちょっとのどかね、爽やか。いや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 、じゃあ運転お疲れ様です。あー、どうもどうも。群馬は平和でいいところよ。あれでしょ、赤城おろしでしょ。群馬はドキュン見えました。ドキュンいるね。顔見せろし、眩しい、眩しいね。朝かサンダル、サンダル。寒くない、全然寒くない、全然寒くない。こんにちは、はい、こんにちは、はい、こんにちは。イケメンだ嘘だろ、イケメンではないだろ。北海道の地震の関係で某自動車関連企業は軒並み仕事休み。ああ、本当ですか。まあまあ、ちょっと地震はあれですけど、ちょっと休み取れたんだったらね、ちょっと休んでくださいよ。カサカサ音さしてる。あ、俺のサンダル音が、サンダル音、孫さんに口をですね。今日は何ティー、今日死にましたし、ティー。いや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 、サービスエリアといえばミルビキコーヒーですよ。絶対ある。ちょっと群馬はお土産は何あるんですかね。ちょっと見ようぜ。宮北産業、今ね、あの新潟向かってるサービスエリアですよ。こんにゃくね。あ、こんにゃくね、こんにゃくね。あーはんはんはん確かにね、こんにゃくね、生こんにゃく、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 こんにゃくここはだ、群馬です、群馬。これ赤城高原かな、サービスエリア。こんにゃくしかない。いや、でもなんかすごいですよ。なんかも、もも、もも、ももとニンニク、こんな野菜売ってることある？サービスエリアってこんな野菜売ってる場所だったっけ？こんなサービスエリアに野菜売ってることある？あるある。本当。群馬麺。うどんね。群馬だから、群馬ってハーゲンダッツの工場があるらしい。へえ。群馬ちゃん、ちょい高め、ちょい高めだね、確かにね。まあスーパーとか行ったらもっと安いでしょう。あ、栃木ね。あ、栃木土産も揃えましたよと。はいはいはい。音楽が気になる。ちょっとあの相対性理論的な声が聞こえますね。そのレモン食べたい。一番いいお疲れ様です。薬師丸悦子流れてるね。流れてるね。群馬ちゃんね。まあ、いろいろ見たけど、出てこんにゃくなんだね。大体こんにゃくね。わかった。そのレモン美味しい。いや、飲んだよ、俺。栃木行った時。来ました。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。ちょっとね、あの、もうだいぶ半分以上は来たけど、あと3時間くらいね、道のりがあるんで、
ちょっと一緒に新潟まで行っちゃおうかなと思いまして、なんか買わないのかい、お金がないからね、お金がないからね、こんにゃく食べたい、こんにゃく俺も食べたいよ、こんにゃく、こんにゃく食べたいよ、こんにゃくパークのうさぎこんにゃくパークにうさぎが群馬にお金落としていやいやいや無理無理ないもん。はい、どうも、うちのリーダーです。どうすか、今日は何が、今日の千葉銀の運転はどうでしたか。千葉銀の運転どうだったのって、うん、今日の運転はどうでした。平常通りじゃない不機嫌 A 型先生もぐもぐ。何食べてるんですか。食べ終わった。何食べた、何だったでしょうか。何だったでしょうか。すごいカレーの匂いがしますね。カレーの匂いが、いい線ついてる、いい線ついてる、うん、聞こえない、テンションが低い、機嫌が悪い、いやこんなもんだから、何言ってるか分かんねえ、行きは行きの車の出ちゃってこんなもんだから分かってね、常にねさんまさんみたいにねはぁーとか言ってるわけじゃないんですよ、僕だってね。僕はこれは普段はこんなもんですよ。あ、そうなんですか。はい、こんなもんでしょ。まあまあそんなもんだったかもしれないですね。モノクにマイクつけよう、ホテル配信はしないの。もちろんしますよねえ、モノさん。しますよ、ホテル配信。モノさん今日はホテル配信した後に就寝配信もするって言ってましたよ。いや、そんな暇ないです。そんな暇ない。後ろのリュックに筋トレグッズいっぱい入ってるから。ああ。筋トレしないといけない。筋トレし終わった後に就寝配信してるでしょ。いやいや、そんなことしたら明日に響くでしょ。いやいや、寝てるとこ撮るだけなんだよ。そんな響かないです。リモートで何言うか分かんないよ。放送禁止用語いっぱいあるかもしんないよ。寝てる時に。モノ君の就寝配信嬉しい。何やったら嫌だから。やったぜ、やった。もういろんな放送コードに引っかかろうって言ってるかもしれないよ。どんな寝言なんだよ。お前の寝言、どんな寝言なんだよ。結構いろんな夢を見てる。筋トレ配信をしてくれ。筋トレ配信は してもいいけど、うん、集中できないんだよね、やっぱり。え？モチベーションで なってるんで、筋トレって今。はは、もう続けることをモットーにやってるから、うん、もう君たちみたいにね、なんかね、うん、回数が少ねえなどとか、うん、なんかもうちょっとやれよとか、うん、言ったした瞬間にも僕もう超不機嫌だから。ああ、なるほどね。あれだよね。ハエが入ってる。みさこさんでしょ。これみさこさん？これみさこさん？おかえりみさこさん。みさこさん。これみさこさん？群馬場へ。魔法でハエに。逃げねえな、こいつ。カメラこんなに寄ってんのに。見たことあんだもん。こんな逃げないもん。こんな近くで、こんな近くでハエを観察するツイキャスが今でかつてあっただろうか。これ新しいジャンルなんじゃないかな、これ。新しいツイキャスの可能性を見た。お帰りなさい。あれ、今あの店の中で、うん、変な占い師のおばちゃんが取り付けてると思ったらミサコさんだった。俺しかもびっくりしたってあれ大声で言ったのに無言で去った。何なのあいつ。死活されたって。変な占い師のおばちゃんが耳当てしてるから。あ、耳当てしてる。ああ、確かにね、してたしてた、イヤホンしてたわ。自分の世界に入って。今日ミサコさん映さない方がいいよ。変な占い師のおばちゃん来ましたよ。いや、すげえゲストでした。大丈夫。さっき俺、ミサコさんじゃないかも。ちょっと、とりあえずハエを外に出したい、はい、外に出したい、はい、あ、出た、出てない、はい、出たり入ったり、ハエを外に出し、出た、はい、どうすか、今日の今日は助手席にいて一言も喋らずに永遠に携帯を見続けた女、美佐子です。仕事してたから。かわいい、今来た占い師さん。まあこれでも食えよ。ね、食べましたね。
ね、今日も可愛いよ、アイドル美佐子、占い師に金髪にメガネ2人、可愛いな。寒くないの？え、全然寒くない、冷房だよ普通に。ちょっと待って、また新しいの入ってきた。もう群馬、おい群馬、はい、群馬ちょっと、おい群馬ちょっとどうなってんだよ。新メンバー乗ってくんなよ。行かれた新メンバーだよ本当に。暑い、日が、はい、という感じで、こんな感じでね、お、まあ、外を映しながら、すごい永久に。皆さんもうよろしいですか、行っちゃっていいですか。便利だ、はい、神奈川寒い。はい、じゃあこんな感じで、ちょっと待って、車窓いいね、ここ群馬、ここ赤城高原、群馬ですよ、群馬県ですよ。よいしょ、なんてね、はい、行きまーす、はい、シートつけてね、よいしょ、はい、行きまーす。みさこさん、コメ読んで届いてるのかな。いや、届いてるはず。おお。トネーター新潟。何ポテチ。下仁田ネギ。ネギ。うまいやないかい。うまい。山は寒かろう。うまいやないかい。この先携帯見てのよ、迷わないよね。いや、酔ったよ。YouTube 消えた問題。あれは、あ、そうなの？あ、いや、わかんない。
かじゃなくて、まあ、バンされたかもしれない。あ、バンされたかもしれない。 YouTube の規定がコロコロ変わるんで。あ、 YouTube の規定が変わってるからそれでなくなっちゃった可能性が高いという。なるほどね。すごい今厳しいんですよ皆さん。そうです、話聞き取れた。爽やかな朝とかの庭さんが撮ってくれた映画だね。そう、 MV 映画とかそういうのが消えちゃってるけどどうしたのっていう問題が前ちょっと出たじゃないですか、話が。なんかそれが別になんか事務所といざこざがあったわけとかじゃなくて、ちょっとこっちとしてもなんで消えたか分かんないという状態らしくて、だから詰まるところ、まあ YouTube の規定がコロコロ変わって、なんかそれの関係で番に一回差し止めみたいになったんじゃないかっていう話っぽい。
数多かったら2人になったりとかしないの？数多かったらこの先、左からのこのメドレーちょっと数多いから2人でやる。